はい、どうも、こんにちは、ヒカルです。マインクラフトやっていきましょう。今回も牧場作りですね。はい。もうひたすらに牧場作っていくわけですけども。はい。まあね、ちょっと俺見えました、構想が。まあこれね、もうここから見た時の若干いつもの違う牧場が出来上がるの分かると思うんですけども、こっからさらにね、思ったんですよ。全部ね、とりあえず、ちょっと一段ずつ上げていく中で、下がっていく牧場を作ろうかと思います。これどういう意味かというと、ここを、天井1個上げます、ここ。天井ね。ああ、そこ。結構なんか狭くない天井はやっぱ。だから、天井上げて、上に上げていくわけよ。ああ、上げていく？マエスくん。でも天井、でかすぎてもバランスはなるからな。あそこジャンプできんからさっきのとこ。ジャンプも別線でメラーもん。もちろんいっぱいやん。いらんがな。ドアもいらんやろ。使われへんやろ、ドア。砂いらんがね、こんないっぱい。ドアは使うでも多分どっかで。で、よっしゃ。行くか。そしたらなんかもう一個あったんじゃない話のやつ。ああ、あったよ。その話題ね。うん。話のネタ。うん。まあ、花粉症について。こっしゃん、花粉症について。うん。まあ、永遠のテーマ。お前さんの永遠のテーマ、花粉症について。こっしゃん、花粉症じゃない。俺そんなひどい花粉症ではない。1、2、3、鼻炎持ち。ああここか。ですけど昔から。こっから旅立っていくって感じやな。ここまでだからフェイス。俺みたいにひどくないと。うん。いろんな花粉あるじゃない。稲花粉だったりとか。うん。ね。俺雑草やけんな。ああ。雑草というか花。確かなんからしいやんって今の時期が。まあ結構俺もう花粉症に関してはほんまにもうある程度の知識はもう持っとうというか。防ぎ方とかも全部分かっとうけど。防がれへん。防がれへんっていうのは感傷やから。意味ない。防ぎ方知ってんやん、それじゃん。知っとんやけど。防げてんやん。俺医者に聞いとうから、しかもちゃんと。じゃあそれ防げてんやん。防ぎ方とかないで、そんなん。感傷に。じゃあ防ぎ方知っとうって言ったんだ。防ぎ方知っとんやけど、だからそれ聞かへんっていうことや、結局は。ほんまに。ほんまに。防ぎ方じゃないやん、それじゃん。ガセネタやん。ガセネタじゃないで。花粉症って言ったら、あの松井秀喜ですら、悩まされとうから、ほんまに。だから松井がどうしたん普通に。あ、すごいや。すごいってある、普通に。別に一緒やん。野球がうまいだけやで。そうなんだ、まあ、その話。花粉症において、なんかその、松井秀喜がすごいみたいなの言うけど、関係ないから、花粉症。花粉症においてすごいね。別に、花粉症の手においては、あいつは俺だけ。いや、違うやん。あんだけ体が強い人でも、花粉症には、やっぱりそういう、もう、弱いっていう例えなわけよ。わかる？わからへんかな、君の頭では。あんま強そうに見えんけど、なんか松井さん。いや、強いやろ、明らかに。ホームラン55本打ってんからもう。ホームランの感じで打てへんやろ、日本人でほんまに。ホームラン55本なんか。誰が打ったんや、他に。おぉ、サダハルぐらいやぞ。俺、打つ気ねえから。いや、打つ気があっても打てへんから、まず。いやいや、わかる。打つ気があるなりの問題じゃないからな、この問題。わかれへんやん、そんなもん。やった、わかるってな。ホームラン55本、俺ね、野球おったけど、結構ホームラン打つん、余裕やったけどな。絶対55本打てへんよ、それで。打つん、そこで余裕やったから言て。結構楽勝やったけどな。そんな地域の野球と一緒にしてあかんわ、プロ野球は。違う？全然違うわ、もう。ほんまか。年間で30本でもすごいよね。いや、それはもう俺らで比べて10本でもすごいやもん。いや、まあ、そうなんやけど、うん、まあ、すごい30本。プロ野球の選手でも、20本、20代でもすごいんじゃない？年間。20本。ああ、今とかやったわけ。今つうか、でも55本ってもう飛び抜けとうでしょ。いや、飛び抜けとうって、ほんまトップやろ。まあ、55本売ってへんやけどな、ほんままず。50本やけどな。ああ、うん。ちょっともう、まあ、なんか勢いで言ってもだけど。50本やけど、ほんまは。もらなあかんやろ、男だろ。松井言ったらもらなあかんやろ、男だろ。王貞治よりちょっと5本したやけど、でも50本っていうのはもうやばいからな。ほんまに。確かに。で、今そんな出しどれがやばいんだから、それは教えてよ、だから言ったら、ヤンキースの4番を打っとうから、もうメジャーで行って。メジャートップの球団のわけ、ヤンキーの中でヤンキーじゃないから、ヤンキースだから。ヤンキー集団。まあでも俺、松井たら、コロコロコミックのゴーゴーゴジラ松井くんのイメージじゃないからな。まあでも、ゴーゴーゴジラ松井くんっていうコミックになってしまうぐらいの男やん。今そんなプロ野球選手おらへんからな。コミックになってまうような。逆漫画としてもそんな行かれるような人が出てきてへんやん、ほとんど。残念ながら。打者。誰かいないっすかね。俺の、3つ上ぐらいなのね。松井ぐらいじゃない。松井？そうじゃなかったっけ。え、そうなん？え、もっと上なんじゃないか。そうか。39とかでしょ。あ、そんなに上か。全然ちゃうやんか、おっしゃ。全然ちゃうやないか。やっぱそれだけは分かったやん、おっしゃ。その、甲子園の時に出た時。星稜高校？ああ。敬遠されて。こちらも知ってた、星稜高校。全然こっちじゃ。その、敬遠される前から松井ってもうやばかった。いや、
そら、その、すごいって言われとったよね。ああ、もう松井秀喜は。うん。シャウト。うん。だって敬遠されるって、すごくない？甲子園で。いや、すごいかわかんないですね、敬遠が。だ松井って、いや、これも確かな情報というか、もう俺もちょっとあんまり、うろ覚えないけど、その、プロ野球選手で、うん、なんか、なんていうか、その、目標、入団時の目標を聞かれて、うん、僕は、その、今、うん、昨今の子供たちは、なんか普通だったら多分多くの選手ってこの選手みたいになりたいとか、うん、憧れの選手はこんなんで、うん、まあ、僕はこの選手みたいに行きたいとか、何本打ちたいとかって、目標を口にする選手がほとんどない、多分。うんうん、ちゃうから、まず、確か、なんかその、今、うん、野球の人気が落ちて、サッカーとか、なんか他のスポーツに、なんか持っていかれてますが、僕は、そういう人たちにも、なんか、全員に対して野球というスポーツ通して影響を与えるような人間になります的な。うん、もう明らかに、もう大物しか言わんであろう、目標を口にしたわけよ、まずいって、うんうんうん。そういう選手が今おらへんよ、ほとんど。まあ、あの、長嶋一茂の父親ですら認めた男やからな。長嶋一茂出す必要ないわな、そこに。絶対にないわな。でも長嶋一茂は一茂ですごい才能を多分持っとうからあんなきゃ生き残ったわけやん。あの、一茂の別格の？でも、あの、言われとうから、その、ほんまにちゃんとあの、長嶋一茂が練習しとったら、ほんまやばかったみたいな。練習がめっちゃ嫌いやったらしいんだよ、あの人。それで。うん。だからセンス自体はめっちゃあったらしいからな。もうそれあいつはもう、長嶋家のやっぱりその、実際今でも俳優とかでもやっとし、才能はほんまあるらしいかな、とめっちゃ。だから今喋りで生き残ってんや、あの人って。うまいから、トークが。面白いし。センスはもうほんまにやばいらしいな、あの人。うん。野球の。ただ練習嫌いであんまあれやったみたいな。うちはあんま微妙だけどセンスはすごいらしいな、ほんまに。うちは。うん。全然ちゃうやろ、これまた。そういう選手やからさ、松井ってやっぱり。そういう選手でもやっぱ花粉症には、ほんまにちょっと答えて、5月は打率が落ちたりとか、ホームラン数が減ったりとかしとったらしいかな。まあ、それは悪いもん。いや、ほんまに、でもそれ。言っとったよね、花粉症の時期は、その、やっぱり、なんか、落ちるみたいな成績が。気持ちの問題ちゃうかな。違う違う。いや、そんな気持ちでどうこうなるもんじゃない、ほんまに花粉症は。わからへんからな、なった人は多分なんか、花粉症のことは何も、わかってない。いや、前さんも今、落ちたの悪くは。もう、今はあれやけど、でも薬は飲んどうから、俺毎日も。それに頼られたら多いぐらい花粉症のその、症状っていうのは、恐ろしいんやって。もう言ったら鼻水が止まらへん、まず。うん。で、鼻がもうずっとムズムズすると。で、くしゃみも止まらへんなるし、あと何やろ、目が、俺の場合目にもあるから、花粉症って結構目と、まあ、鼻だけの人もおれば、目とかに来る人もおって、俺、どっちもなわけよ、もう。目がなんか赤くなって、うん。言ったら、痒くなるんだ、めっちゃ。なる。で、目ありがめっちゃ出るん。起きた時に。朝起きた時に、目ありがもう、ほんまに、え、こんな量出るんみたいな。やばいな。それが出た方がめっちゃ気持ち悪いから、目あり。汚な。いや、汚いけど、でもそんなぐらいの、ほんまに症状が出るんだ、花粉症って。で、俺も、その、去年かな、もう辛すぎて、花粉症が。ほんま、もう無理やと。これはもう何もできひんわ、みたいになったから、うん、病院行こうと思って、普通にそれ病院行ったら、あなたは、そのなんか、その、まあ、アレルギーを持っとうと、うん、まず言われて、うん、で、あとその、鼻の、なんか鼻の穴を、まあ、見てもらうんで、普通に。その筋というか、その、通っとうかどうかを、うん。で、見たら、なんか曲がっとると。うん、なんか湾曲してるみたいに言われて、なんか、その曲がって、めっちゃ小さいらしいですよ、俺、鼻の穴自体が。うん、まず人より。小さい、プラスで、なんか、もっと曲がって戻ると。なんかその、もう生まれつきみたいなもんらしい、そういうのって。だから余計にその、なんか通らへんなっとうから、もうそれはもうずっと付き合っていくしかないし、しかも、それで、じゃあ俺は、これはもう完治、どうやってするんですかみたいな。もう完治させたいんですけど、みたいな。なんか、レーザー治療とか、もうそれも考えてるぐらい、ちょっとほんまにもうひどいんで、みたいなこと言ったら、まあ、レーザー治療とかは、効果はあるけど、まずその、何年かしたらもうまた元通りになると、その、粘膜みたいなのが。だから、まあ、しかも今の症状ぐらいだったらまだやらん方がいいみたいに言われて。うん、で、ほんまに、その直したんやったら、一応方法はあるけど、それは、その、毎日は毎週かな。病院に通って、その花粉のアレルギーを、あの、俺の体に打ち込んで、ああ。言ったら免疫を作っていく作業みたいな。えぐいな。それがあって、で、じゃあどれぐらいそれは、帰還したら治るんですかみたいなのを聞いたら、それはもう3年 ?4 年やって、治る率 30% くらい。それをまあ全部した上で治らへんかもしれんっていう。きつい確率やな。えぐっ。それを聞いて、ああ、もういいです、みたいな俺は。もうやめときます、みたいな治療は。で、薬だけもらって、そしたら薬さしたらもう治ったけど、その時期は。もうだから俺の場合はもう5月だけやったんで、5月、4月ぐらいにもう来るから、その薬をちゃんとやったら、まあ症状改善されるから、ある程度。
いや、もうそれで行こうと思ったけど、だからもう治る確率なんかほんまないらしいからな、花粉症って。あ、完治したとしても 20-30% やからな。3、4年間その症状を、ワクチンというかそのアレルギーを、うん、免疫作るために打ち続けて、うん、そんな程度やし、しかもそのだから毎週行かなかし、病院にまず。うん、花粉症っていうのはほんまに恐ろしいっていう。だるいな、うん。ほんまにもう、そう、なった人はわかるというか、もうどうしようもないしな、しかももうあれは。体質みたいな問題やから、うん、ならへん人はもう一生ならへんらしいし、うん、なる人はもうそのなんか、花粉が溜まったらなるらしいんで。それの、ほんま、俺羨ましいもん。だから、なんか、ドラゴンボールとかの願いあったら、花粉症っていうの一個に入ったもんの、候補の中で俺。花粉症を治すっていうのはな、うん、もう、それぐらいにほんまに、なんかやろ、年間通してどっかしらでもしんどいというか、どうしようもないから、ほんま。昔からそれ。いや、昔からじゃないで。昔そんなんなかったもん。交渉か。多分もうその、高校とか、うん、多分、大学ぐらいからじゃない、あれ多分。なかったもん、俺、中学校の、そんなん絶対に。だからその、いびきは俺書くんやって。それも、原因も、それも入っとうかな、花粉症。花粉症ってやっぱり鼻が詰まるわけやん。鼻が詰まったら、口で息するしかないから、そしたらいびき書くんやって、鼻が息できんから。で、口も乾くんやって。もう二重で最悪なわけよ。もう負のスパイラルに入ってもどうわけよ、それで。いびきの原因っていうのは、それ、あ、それで言われたん俺。そのあなたいびき書きますよね、みたいな。あ、さ、いびき。で、ほんま来ちゃう。で、それで俺が、いや、いびきもほんまに、その、直したいです、みたいな。ほんまに直したいんですけど、それは、もう絶対無理です、みたいな。いや、治りません、みたいな。絶対。無理らしいからね、それは。まあ、さ、もう、いびきの時、歯ぎしりしちゃったから。いや、なんか、でもその、いびきもだから、俺、だから、小学校の時なかったね、確か。高学年かな、あれ。中学校とかになってからやからな、急に。なってもで、それももう、防ぎようがない、みたいな。手遅れ言うて。うん。最悪、生まれ持って湾曲してたらしいから、鼻の、なんか、その、中が。なんか、こうなっとん、みたいな。だから、余計に詰まりやすくなったし、まあ、鼻が高いと低い人がおるのと一緒だよな。その鼻の穴の大きさでやったりとかも、小さかったらやっぱりそんだけなんか、あれらしいしな、通りにくいというか、うん、狭いから、みたいな。いや、そこももう、花粉症に関してだからもう、それはもう悩みではあるけど、もう仕方ないというか、だからもう薬でやるしかないっていう俺の結論やけどな。もう生きてて、いろんな俺も調べたもん、その花粉症について。もうほんまにしんどかったから俺。調べた。うん。結果、病院行ってもそうだったし、やっぱり、治すっていうのはやっぱ難しいみたいな。まあ、永遠のテーマやな。うん、永遠のテーマや、花粉症は。だメルディーの花粉症じゃないやろ。なんか、あ、でも若干なっとったもんな。なるときとならへんときがあるんですよね。ああ。全くわかんないですよ、それが。もう俺多分ちゃうわ、花粉症と。あ、ちゃうんや。でも確かになんかそんな、あれやもんな。うん、ちゃうと思う、多分。いびきとか書く人は、やっぱりそういう人は多いらしいな。鼻の中のやつが通りにくくなっとったり、うん。同じって言ったもん、それは。いびき？いびきはほんま、俺もうほんま嫌やけど、もう仕方ないというか、うん、もう無意識なもんやから、あれって。どうしようもないし、うん。まあ、親も俺のいびき書くしな。なんかそれもわからん。関係しようも知らんけど、もう遺伝みたいなとこあるわ、多分俺が思うに。よっしゃ。だから視力とかもなんか遺伝じゃないとか言われてん。うん、あれは。あれは遺伝じゃなくてなんか自分がなんかそうやったから目が悪くなったんだよとか言うけど、あれでも基本的に親の目悪い人目悪いやろ。あ、俺が思うことだけど、俺もどっちも親の目悪いし、うん、小学校まで俺視力 1.0 ぐらいあったけど、なんかいきなり中学校までめっちゃ下がったんやって、C ぐらいまで下がったので、そっからどんどん下がっていったって俺は。あ、視力はパソコンで作業することが多くなってからなんか落ちちゃう気がする。ああ、もうその暗いとこで、うん、というか、パソコンの画面バーって見とったら、ずっと見とうから。ずっと見とうわけやん。ごしゃんに視力なんもな。0.7 とかじゃん。0.5。あ、結構高いやん。うん、親とかも視力やっぱいいんやん。普通ぐらいと思うけど。だからそっから落ちたらでもあれやん、ごしゃん。え？落ちたらメガネかけてなあかんやん。うん。いや、だからほんまにラガンってええと思うよ、だいぶ。そりゃ最強やろ、ラガンが。最強やだろ。ほんまに。うん。一番健康的やしな。目でも視力ええやん、確か。はい。目悪くならないっす。何をしてんの？名人の場合めっちゃゲームしたわけやん。はい、まあな。しかも暗い部屋でやっとって言うたやん、名人。はい、真っ暗な部屋でテレビの明かりだけだった。やばい。それでも目悪くならないっす。もう親もあれ、どっちも視力ええ。いいんすかね、わかんないっすけど。いや、でもええんやろ。いいと思いますよ。コンタクトメガネもしてないですから。あ、じゃあええと思う、絶対。なんでなんすか？それはほんま羨ましいもんな。遺伝なんすかね。どう頑張って目悪くならないんですよ。
いや、でもめっちゃいいと思う、それは。うん。まあ、目はほんま大事やな。目はほんま大事。やっぱコンタクトしだしたらやけど、もう視力が 0.0 なもんとかならんやって。もう 0.1 以下やん、普通に俺とかって。うん。だからもう 0.0 なんぼやから、もう全然見えへんわけよ。もうコンタクト外した瞬間にもう、うん、全部がぼやけとんみたいな。俺でも、ここの距離でテレビちょっとぼやけとった、うん。文字とか俺見えんかったもん。あ、なんか酔ったな。うんうん、数は見える。あれ、今は見えとるけど、うん、いや、1画面見えとるから。ああ、4つやった。ああ、見えなかった。ここ最近視力測ってんのもちろん。測ってないな。いや、落ちそうかもしれんな。うん、0.7 だったら多分見えるからな、あれ。あれは見えるんかな。うん、なんか4画面のあの感じが全然見えんかった。うんまあ、それもまあしんどいわな。マインクラフトやる上で見えへんっていうのは。まあ、しんどすぎるわ、それ。見えへんかったら。だいぶきついや。まずもう。え、あれ何って言っとったでしょ。ああ、なんか言っとったな。視力はほんま俺、コンタクトレンズがほんま開発されてほんま嬉しかったもんな。もう最高の発明やったわな。最高の発明。誰が考えてくれたかわからんけど、最高やろ、これ。よう考えたなと思うやろ、コンタクトレンズと。すごいもんな。目はでもほんまに。大事は思うよ、俺。こういう感じにしようか。結構できてたぞ。コンタクトか。いい感じやな、ほんま。まあ、コンタクトは、昔だったらハードとソフトがあって、ハードが主流やったらしいもんな。今ソフトやろ。もう今はソフトになったけど。コンタクトの技術もどんどん上がっていきようからな。うん。で、みずみずしくなったりとかなんか。ああ、あるな。うん。みずみずしい。こんな感じしようかなと思ってんの、俺は。イメージとしては。あ、それタイムバーつけていって。まあまあ、それはもちろんな。コンタクトはマジでほんまに。最初は、入れるときめっちゃ怖かったけどね。まあ、みんなが入れるわけだから。中敷き詰めりゃ。あの恐怖はあったけど、俺も。まあ、開けとってもええけどな、正直。開けとくってのもありやな、一個。テクニックとしてな。あ、開けとくっていう。一個だけ。明かりを差し込ましとくっていう。でもそれでも来る、あ、全部開けたら明るくなるんか。敵も入ってこないし。入ってこへんから。絶対入ってこれへんわ。これ逆に、逆におしゃれかもしれんな、この、開けるっていうテクニック。ここ。で、ここはもう普通、基本的に開放的な方が絶対いいやん。うん。で、まあまあ、外から見たらこんな感じになるやん。おぉ。まあ、そこや、あれやろな、でもまあ、松明置いていくって感じやろな、どっか。松明。アイディアがすごい、最近俺出るんやな。うん。やばいな。うん、なんかわからんけどな、ほんまに。まあ俺はその花粉症っていうさっき話題だったけど、こっちはのメリットとかなんかそのアレルギーとかじゃないんけ。アレルギー。アレルギー。なんかこれ無理やというか。無理やはいっぱいあります。飯に多いんじゃん、メイジない。食べ物じゃん。食べ物です。あれ。食べ物は確かに好き嫌いめっちゃ多いもん。好き嫌いで食われへんみたいなのが多いもんな。もうこれ食ったら死ぬって自分で思い込んどんすよ。それやばい。でそれってなん例えば。エビとか。まあエビもそうですし。エビってその、ほんま食ったことがない。いや、あるんすけど。あるんや、もうまずすぎて。寿司とか。いや、あ、なんか、丸くなったる。あ、ちっちゃいやつとか。はい。たまにチャーハンとかに入っとんすよ。ああ、入っとるな。うん、エビピラフ的な。知らんくて。食って。はい。で、まずって。なるんです、絶対。うわけ。はい。いや、めっちゃエビの味するやん、みたいな。エビの味。メインディアでも。いや、わないやろ。味は。エビフライとか無理な。いや、無理です。もう無理です、あんな。エビフライは食べたことあるん？いや、ないっすね。いや、家とかで出てくるんですけど、僕だけ違うもんが出されたりしますもん。あ、もうエビが無理やから。はい。それってすごいやな。何があっても食わないっすね、エビは。あ、これめっちゃ良くない？ほら。それ、だいぶ、あ、ええな。そしたらあんな、伊勢エビとかでも。いやー、無理、まあ、見た目が、無理やな。終わっとうっすね、あれ。見た目。これ、ええな。敵入ってこれへんし。あんなのが出てったらもう。あ、これめっちゃ、ね、これ、牧場として結構関数高ないか、これ。エビ自体は俺も好きやからな。やばい。このデザインやばない、よく考えて。こんなデザインできる普通のやつ。できません。これ、すごいデザインやな、よく考えたら。うん。ほんまに。どんどん今上がっていきよんけ。うん。発展途上。やな。食べ物か。食べ物は俺はほんまにほとんどないわ。すげえぞ。レアぐらいじゃん、俺も。牧場できた。ある程度。ほら。ほんま。これやばない、この牧場。やばいな。こんなん結構ええやろ。明らかに。ここちょっとどうしようかな、待ってんな。石にしようか。
金賞か、このままいくか。まあ、でもそれの、そのバランスはいいと思うけど、俺。この、家のやろ、うん。すごい工夫したで、この牧場は。ハロウィン牧場、完成間近です。ハロウィン、まあ、まだまだやけどな。まあ、まだまだやろ。だって、横にどんどんやっていくわけやろ。そうそうそう。今でももう、3つできとうかな。牛小屋、牛と、うん、もう、羊と、馬と、もう豚ぐらいできとうかな、なんて。あ、まあ、一番広いところに羊やろ、多分。うん。ここに。羊。で、ここになんか。で、上に馬。で、もう、あと、一個ぐらいかなと思ったわけよ、俺的に。もう一個ここに、トンってなす、やる感じで。あの、三つってこと？うん。羊やろ？しかもあの、豚やろ？柵が結構ええ感じのアイディア出したんで、あそこ。鶏小屋も作るの？鶏小屋は違うとこも作ろうかなと思って。あと、まあ、結構これ、段差があるのかっこいいやろ。あと、中見えても良くない？あの奥、ほら。ほんまやな。あれ、偶然やで、あれ。あの奥なんか、ほんま、見えたわ。何も入ってこれへんっていう、あそこはもう。偶然。偶然。偶然の産物。まあ、鶏は、まだ別のとこの方がええかなって思ってるけど、まあ別に、あってもやけん、近くに。鶏小屋。こんな感じで、もう、結構オープンスペースな感じをイメージ取ったから、俺としては。うん。なんか、これ、こういうの、なんか、水車とかできるん？まあ、頑張っていけるんじゃない？水車的な、なんか、感じとか。水車、あれか。ああ、なんか。ちょっと縦長に行こうか、今回は。うん。最近この感じのサイズが一番多分、ええな。うん、好き嫌いに関しては、ま、いろいろあるけど。うん、好き嫌いって大変っすけどね。あー、まあ、確かにな。いや、お腹減るっすもん。お腹減る弁当とか出されるじゃないですか。あー。ほとんどが食えないんで。もう食えるんが飯。ご飯。ご飯。塩握り。と、塩握り。塩握り。ご飯となんか、あー。ちょっとなんですよ。てかもう、速攻で腹減るんですよね。やばいね、それは、それで。確かに。食えるもんが少ないっていうのは。でも、食いたくないんですよ。とんかつとかはいけるは、いけますね。でも、あれじゃない、マックのうち弁当とか食べねえのじゃん。あ、無理っすね。あ、俺もそれっすわ。え？あ、なんか俺食えんのよね。マックのうち弁当って何が入ったの？だから、ちょっと、なんつう？系と弁当みたいな。あ、俺さ、あんなんめっちゃ好きやわ。俺ああいうの食えんのよ。俺も手料理が食えへんからな。なんかその、なんか弁当のとか、俺中学校の時彼女にもらって弁当、皮捨てとうかな。いや、それはもうおかしいやろ、ほんまに。初めて。初めてもらった彼女に。いや、絶対ありへん。意味がわからへんやろ、捨てとうって。やば。いや、俺処理できない。なんでだよ。処理。でも一応何、何思わなかった。いや、思わなかったな。まあ、手料理は無理やから、俺基本的に。人食べてんだって無理や。なんか見た感じなんか、俺人の料理食うの無理やから、生々しい料理食うの無理やから俺。あー、全然その理解できない。それちょっと克服したわ。冷凍っていうかそういう。いや俺冷凍とかじゃないでこしたん別に俺、うん、冷凍っても食えるもんだから太鼓弁当とか余裕で食えんもん俺。あー、いや俺だったらそれ手料理っていうのが無理やねなんか。いやそのなんか運動会とかって、うん、弁当やん。まあ、なんか親とか弁当作るやん、うん、作ってったらなんか全員でわーみたいななんかその囲って食うやん、うん、まあ家は大丈夫で。その、おにぎりが、なんか冷めとやん、若干海苔がなんか、つきついとみたいな、うんうん。はいはいはい。あれめっちゃうまくない？まあ、ああいうの、うん、わかる、それは。うん。うん。めっちゃ好きやったもん、その弁当の感じとか。使い古した感じだろ？うん、卵焼きとかも好きやったし。あ、でも、うん。俺めっちゃ減ったわ、好き嫌い。昔はもうほん、結構あった。うん。卵焼きとか食えんかったもん。え？あの、だし巻きみたいなのとかも食えんかったし。でも美味しくなかった、その当時は。卵焼き、あとなんつう、そのウインナーとかも食えんかったし、ほとんど食えへんやん。ウインナー食えないですね。え、マジ食えへんの？はい。ウインナー？はい。なんか、え？ウインナーってなんか、あ、赤いソーセージ、ウインナー？小さいあるじゃないですか。あ、赤ウインナー。あれは食べれるんですけど、あ、でかいやつけ。はい。フランクフルト的なあの、なんか結構ちょっとでかめのやつとか。これぐらいのやつあるじゃないですか。なんかわかります？これぐらいのやつ？はい。あ、長さが？あ、普通の。あ、普通のな。あれ食べたらもう気分悪くなります。ああ。まあその、気分悪くなるっていうの若干気持ちというか。わかるね。まあその、ウインナー独特のなんかあの、なんかあれはあるわな、確かにあれは。俺ウインナーめっちゃ好きやけど。あれ食えないっすね。うん。もうなんか急に食えるようになったな。ああ。あ、こうしようか、こうしようか、そうしようか。
納豆とか最初ほんま無理やったけど、今はもう食えるっちゃ食えるもんな、ね。俺は好きじゃないけど、別に。2個目の入り口をここにあえて作るっていう、うん、バランスとして。ここで奥まで行かすことで、うん、外から見た時の見た目を変えるというテクニック。なんかこれじゃ、なんか言おうとしたら。いや、俺絶対、嫌いな食べ物とか、絶対一生食わんわって思っとったけど、なんか今になったら食っとったりするもんな。ああ、好きになったことはない、それを。絶対無理って思っとったもん。俺絶対これ一生食わんわって思ったけど。例えば何やったん、それは。え、そういう。卵焼きとか。そう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 。卵焼き嫌いってやばいよな。でも。おかしいよね。自分で。目玉焼きが無理やったその時は。いや、ああ、そういうことね。食えるけど、卵焼きが食えんと。ああ、甘いから。そうそうそう。じゃあ、あ、そうかそうか。ああ、まあそんなんはあるんかな。俺はもうほとんどなかったかな。もう、その昔から好き嫌い自体が。で、ここにハロウィン。ピーマンとかも普通に食えとったし。うんうん、オッケーじゃない。ハロウィンやっもうレバーぐらいほんまに無理な、俺。もう昔は、今は一応食べれるって食べれるけど、もうすぐ行こうとは思わへんけどな、レバーを。もう昔からもう、あ、でもハロウィン以外で行くか。ちょっと変わった。強く残ったの、あの、なんかもう、給食に出てきて、うん、あ、出てくるよね、うん。食ってみたらほんまにもう無理で、みたいな。ちょっとじゃあ、おしゃれに行こう。この玄関を。次々浮かんでくるわ。やばいな。今はだからもうないもんな、ほんま。全部食えるけど、一応一通りはっていう感じ。あ、でもあっち系は無理やな、あの、肝刺しとか。使ってみよう。肝系。あー、マジで？ほんまに無理や、俺、あれ。あの、独特の味というか、あれ。え、ああいう、居酒屋とかに出てくるやつ。そう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 。あー、どうしよっかな。あれこそ、うまいと思うけどな。ああいうここを、あ、マジで。うん。ちょっと石置いてみよう。生っぽいのが無理ってこと。いや、なんか、トゥルントゥルンというか、テロテロやん、あれなんか。あー。もう感じもそうやし。実際食感もなんか、なんなんやろあの感じ。食感のあの、後味というか、後味がなんかあるやん、あれ。バブリシャスみたいな感じやろ、うん、バブリシャス絶対しちゃうやろ、バブリシャスと。見てこれ。ちょっとかっこやろ。ああ、そういう風にすると。この牧場、やばないこの牧場。一個に。でかいな、結構これ。いややろ、これ。うん。これ牧場。ハロウィン牧場。家より向こうからっちゃう。いや、センス高ない俺、よく考えたら、ほんまに。俺最近思わんやけど、これ。地味にこうやって作っとくけどさ。ハロウィンはもうあそこだけなんや。いや、ワンポイントやから。ああ。でも中にないからさ、中に置きたいけど、ないねん。あ、ハロウィンのやつが。ないから、もうしゃあないみたいな。そこはしゃあないけど、うん。で、ここ一面水やから。ここ。水？うん。一面というよりは、なんか一個だけ水のスペースがあんねん。うん。で、そのスペースを作ろうと思って、なんかね。水ってでもフェンスで出えへんやろ。しとった。マジで？うん、出えへんねん、フェンスで。ならフェンスで水を囲って、そこにアヒル済まそうかなっていう。おー、いいんちゃう。ちょっと掘ってもいいかな一個、一マス。ボアル、あった。アク。いやもう最近俺ほんまに今、なんやろもう、食欲の。で、これでも外観めっちゃええな。外観？うん。バランスめっちゃええで、これ。確かに。いや、もう美術的にみたいな、芸術的に見て、いやほんまに、このバランスってすごいええで。もうサイズ的にも。うん。ここは若干ちょっと狭いっていうのがこれまたええ味出しようやな、ここ。それはなんか入れるってこと？動物を。あ、昼かなっていう。ああ、水をまくってことそこに。水辺にしたいんやけど、どういう風に水を満たしておこうかなっていう。一回ちょっと入れてみよう、ここに。パーって。ああ。前さっきなんかいい加減。ああ、その食欲の、うん、言ったら俺もう25歳やん。うん、めっちゃ落ちとるやん、食欲。胃袋か知らんけど。落ちとるというか、その量、量ほんま食えへんなったというか。そう。ほんまに。焼肉とかでもやっぱいいって思うもんな。ああ、まあまあ、そういうのもあるよね。うん、ちゃうな。全然、なんか俺カルビとか、もう昔めっちゃ食っとったイメージあるけど、今、なんかカルビ無理になったもんな、ほぼ。うん、ああ、でもフェンスで行くから。脂が強いというか、ロースとかも、フェンスで。1人前とかで賞味、ロースやったら十分やし、うん、うん、みたいな。俺、あの、お寿司とかもめっちゃ少なくなったもん。小さい頃と比べて。いや、ほんまな。水食うんすね、あれ。ああ、それはわかるな。だって俺。したらいかんもんな。え、いかん、いかん、全然。お腹いっぱいになるしも。うん。小学校とかの時点で俺10皿はいけとったもん、普通に。14皿とかいっとったと思う。ああ15とか。普通にな、デザートとかも食いよったしな、俺。うん。いっぱい。それは俺も思うな。今俺5皿とかやからな。最近の、最近のもう傾向。登れへん。登れへんけど。
確かにどうやって起きて6、7ぐらいじゃん。もう。食えん、食えんよね。もういくら、こう、うわ、めっちゃ寿司食いたいって言っても、それぐらいしか食えんじゃん。うん。そうか。それが俺もちょっと残念というか、なんでなんやろと思ったけど、でもまあ、仕方ないんかなっていうな。いや、でもまあ、運動とかしたら食えるんかもしれんけどな。運動してへんから、そうなだけであって、やっぱ昔って運動しとったわけ、小学校の頃って。そうよね。いろいろ体動かしとったやん。体動かしとった。投稿だったり、そうだったり。いや、やばいな、これ。この家のクオリティに見合うだけの牧場できそうやな。ハロウィン牧場。完成間近です。ハロウィン。やばいな、俺。見えてきてるな。確か。センスが、俺、高なってきょら、日に日に。これがやっぱ、学校で培ったもんなんかな。学校で、うん、学校で培ったもんな、これ。美術。まあ、俺がセンス高いからさ、俺って。生きながらにセンス高めてきた。美術とかあれ、いろいろ作らされたもんな。ナップサックとか、あれ、家庭科か。ナップサックでも、あれ、センス出るもんな。まあ、俺とか。ジュラシックパークの俺、ナップサックやったわ、俺。あ、そんなんじゃなかった、ナップサックなの、俺。そうなの。ナップサック俺だからなんかもうレベルちゃかったから俺ナップサック。絶対一緒やろナップサック。あんな誰も違い生まれ。だって材料もそのジュラシックパークって言ったけどあれだ、自分らでオリジナルデザインするわけじゃないからな。いやデザインに、そのなんかパッケージみたいにあって、10種類ぐらいなんか選ぶだけやからな、あんな。それなんかそれを元に作っていくみたいな感じやろ。確か。で、こう。で、ここに、もうちょっと割るから。もうミシンとか大嫌いだったもんな。飯で、ぐわーって縫わなあかんやん。これで、水を掘り込み金本したら、うん、おそらく、いないです。え？あれ？なんで？上が、上邪魔じゃない？邪魔か、これ。掘り込める金本。これでええわ、じゃあ。最近金本の見えひんな。解説をしとんがねな。おー、すごくなった。すごくなったな。ちょっと待てよ。無限水路から取って俺でも前久しぶりに野球テレビ見たわ、うん、もう巨人戦見たで阪神巨人阪神やったかな、いやヤクルトじゃなかったっけ、あ大田が大田が打って勝っとったわホームラン1本打って、ああ大田大田なんか最近定着し始めたようやくようやくっすな、ほんまにほんまの松井のな後継者みたいな感じであいつ最初出てって背番号55番剥奪されて帰ったほんまかわいそうだね、でも。あんだけ期待されたで。あいつの期待値って半端ないわけやん。増やせる。あれは、あのプレッシャーにやっぱ勝てんやろな。中にいるんか、まだ。ぽいな。真ん中左右ですか。中にいるっぽいな、これ。最近とかもその、内海とか、怪我したもしかして今。わかんないです。全然出てきてなくない。どの球団も主力が怪我したんじゃないですか。あー。オリックスにしろ、広島にしろ。金子とか出てへんもんな、今。なんじゃこれ。なんだこれ。え？あ、どこが下がった？お、なんかめちゃくちゃになったわけだな、流れが。ちゃうな、なんか。一個取ろうって全部。むずいな、これちょっと。もう30分なったやな。終わるかじゃあ、一旦。はい。この水が、もうすごい流れになったわ。で、そっちからあるってことは。あ、これで、真ん中と、真ん中左右と、そこってこと？え？あ、それで。ありがとう。まあ、いいわ、とりあえず、今回はもう終わるわ。うん。一旦。はい、じゃあ今回は一旦終わって、とりあえず今んとこできたのはこんな感じの。だいぶ外観はできましたね。やばいな、俺なんか。確かに。うん、で、こっち側にアヒル住ませんやけど、まあ俺でもこれ全部海にする気ないから、一部分だけ水にしたかったから、まあ若干ここ変えると思いますけど、またなんか。アヒルとか見えるようにしとくってこと？やんな。うん。オープンな感じで行きたい。デザイン重視で。敵が入る入れんとか関係なしに。ウォールまでは引くからどっちにしよう、敵で、ここに天井というか、あれ、屋根も作るんやろ。敵が分かへんかったさ、ええようにしようと思って。あハロウィンらしさを出したいな。もっと。うん。天井とかも。作るとなったら。まあでも、ハロウィン系のアイテムがないからな。ハロウィン牧場。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。